菊池寛短編集第1話「勝負事」「勝負事」ということが話題になったときに私の友達の一人が次のような話をしました「私は子どもの時から勝負事というとどんな些細なことでも」 厳しく戒められてきました。幼年時代には誰でも一度は喜ぶに決まっている「面向熱気バイ」などというものにもついぞ手を触れることを許されませんでした。勝負事は身を滅ぼすもとじゃから真似でもしてはならんぞと。 父は口癖のように幾度も幾度も繰り返して私を戒めました。そうした父の懸命な訓戒が、いつの間にか私の心の内に、勝負事に対する憎悪の情を培っていったのでしょう。小学校時代などには友達が面校を始めると、 そっとその場から逃げ帰ってきたほど殊勝な心持ちでいたものです。私の父が、いろいろな憎悪の中から、勝負事だけを何故こんなに取り分けて戒めたかということは、私が十三子になってからやっと分かったことなのです。私の家というのは、 私が物心を覚えて以来ずっと貧乏で、一丁ばかりの電波畑を小作して得るわずかな収入で、親子4人がかつかつ暮らしていたのです。確か私が高等小学の1年の時だったでしょう。学校から初めて200止まりの修学旅行に行くことになったのです。小学校時代に、 修学旅行という言葉がどんなに魅惑的な意味を持っているかは、大抵の人が一度は経験して知っておられることと思いますが、私もその話を先生から聞くと、小取りしながら家へ帰ってきました。帰って両親に話してみますと、どうしても行ってもいいとは言わないのです。 今から考えると、五円という旅費は私のうちにとってはかなりの負担だったのでしょう。おそらく一月の一家の費用の半分にも相当した大金だったろうと思います。が私はそんなことは考えませんから、手を替え品を替え父と母とに嘆願してみたのです。が少しも効き目がないのです。 もういよいよ明日が出発だという晩のことですが私は学校の先生には多分行かれないと返事はしてきたものの行きたいと思う心は矢も盾もたまらないのですどうかしてやってもらいたいと思いながら執るねく父と母とにせびり立てましたとうとう父も母もしつこい私を持て余したのでしょう 泣いいたたりり怒ったりしている私を捨てててておいい人とも寝ししまいました私は修学旅行の仲間入りのできないことを友達にも顔向けのできないほど恥ずかしいことだと思い詰めていたものですから一晩中でも泣き明かすような決心で父の枕元でいつまでもぐずぐずダダをこねていました。 父も母も頭から布団をかぶっていましたものの、私の声が彼らの胸にひしひしと答えていたことはもちろんです。私が一時間近くも、旅行にやってくれない恨みをくどくどと言い続けたときでしょう。今まで寝入ったように黙っていた父が、急にむっくりと床の中で起き直ると、 布団の中から顔を出して、私の方をじっと見ました。私はあんまり言いすぎたので、父の方があべこべに怒鳴り始めるのではないかと、内心ビクビクものでおりましたが、父の顔は怒っているというよりも、むしろ悲しんでいるといったような顔つきでありました。 涙さえ浮かんでいるのではないかと思うような目つきをしていました。やってやりたいのは山々じゃ。わしもお前に人並みのことはさせてやりたいのは山々じゃ。が貧乏でどうにもしようがないんじゃ。わしを恨むなよ。恨むのならお前のおじいさんを恨むがええ。 お馬屋では一番の国持ちと言われた家がこんなになったのも皆おじいさんがしたのじゃ。お前のおじいさんが勝負事で一文無しになってしもうたんじゃ。というと父は全ての弁解をしてしまったようにくるり向こうを向いて布団を頭からかぶってしまいました。 私は自分の家が、ご維新前までは長く庄屋を務めた旧家であったことは、誰からとなく薄々聞き知っていたのですが、その財産が祖父によって当人されたということは、この時初めて父から聞いたのです。無論その時は、父の話を聞くと二の句が告げないで、 泣き寝入りになってしまったのです。その後私は成長するに従って、祖父の話を父と母から聞かされました。祖父は元来、私のうちへ他かから養子に来た人なのですが、三十前後までは真面目一方であった人が、ふとしたことからバクチの味を覚えると、 すっかりそれに溺れてしまって、何もかも売っちゃって家を外にそれに浸り切ってしまったのです。お馬屋の長五郎という博打の親分の家に、夜昼なしに入り浸っている上に、いい蕎麦が開いているというと、五里十里もの遠方まで出かけてゆくというありさまで、 博打に身も心も心ち込んででったのです天性の博打好きというのでしょう。勝っても負けてもニコニコ笑いながら勝負を争っていたそうです。それに豪華の主人だというので、どこの賭場でも旦那旦那と定席に座らされたそうですから、つい面白くって。 家も電波旗も壺皿の中へ叩き捨ててしまったのでしょう。むろん時々は勝ったこともあるのでしょうが、根が素人ですから、長い間には負け込んで、電波旗を一丁売り二丁売り、とうとう戦国に近かった電池をみんななくしてしまったそうです。 おしまいには、博打の資本にもことを書いて、祖母の櫛やかんざしまで持ち出すようになったそうです。しまいには、住んでいる祖先伝来の家屋敷まで、人手に渡すようになってしまったのです。が、祖父のこうした筐体や、それに関した逸話などはたくさん聞きましたが、大抵忘れてしまいました。 私が今もなお忘れられないのは祖父の晩年についての話です祖父が本当に目が覚めてふっつりと博打をやめたのは六十を越してからだとのことですそれまでは財産を一文無しにしてしまった後までもまだ道楽がやめられないで それかといって大きい賭場には立ち回られないので馬方や土方を相手の小馬地まで打つようになっていたそうですそれを祖母やその頃二十五六にもなっていた私の父が涙を流していさめてもどうしてもやめなかったそうですが祖父の道楽で長年苦しめられた祖母が 死ぬ間際になって手を合わせながら「お前さんの代で長い間続いた勝島の家が一文無しの水飲み白書になってしまったのもわしゃ運だと諦めていといわせんがせめて死に際にお前さんから「博打は一切打たん」という聖言を聞いて死にたい。 わしはお前さんの道楽で長い間苦しまされたのだから、後に残る宗太郎やお峰だけには、この苦労はさせたくない。わしの臨終の望みじゃほどに、きっぱり思い切ってくだされ。と何度も何度も繰り返して口説いたのがよほど効いたのでしょう。 義理のある妖火を根こそぎ潰してしまった画界がやっと心の内に目覚めたのでしょう。また年が年だけに考えもしたのでしょう。それ以来は生まれ変わったように、博打を打たなくなってしまったのです。それで六十を越しながら息子を相手に、 今では他人の手に渡ってしまった昔の自分の土地で、小作人としてなれない百姓仕事を始めたのです。が今まで随分身を持ち崩していたものですから、そうした荒仕事には絶えなかったと見え、2年ばかり経つと風か何かがいいんで、ぽっきり枯れ枝が折れるようになくなってしまったのです。 一生涯それに溺れてしまって、身にも魂にも染み込んだ道楽を封ぜられたためでしょうか。祖父は博打をやめてからというものは、なんとなくほうけてしまって物忘れが多く、畑を打ちながら桑を打つ手を休めて、ぼんやり考え込むことが多かったそうです。そんな時は、 若い時に打った五百両千両という大爆地の時に、うまく起きてくれたサイコロの目のことでも思い出していたのでしょう。それでも改心をしてからは、さすがに二度と再び勝負事はしなかったのです。もししたことがあったならば、それはただ一度、 次にお話しするような時だけだろうとのことです。それは何でも祖父が死ぬ三月くらい前のことです。秋の小春日和の午後に、私の母が田で働いている祖父に、おやつの茶を持って行ったことがあるのです。見ると、 稲を買った後の田をすき返しているはずの祖父の姿が見えないのです。多分田の向こうのわらずみの陰で、日向ぼっこをしているのだろうと思ってその方へ行ってみますと、果たして祖父の声が聞こえてくるのです。今度は俺が勝ちだと言いながら、祖父はこわだかく笑ったそうです。 そそのの声をを聞くと、と私の母は,はっと胸を打たれたれうです。きっと古いバクチ打ちの仲間が来て祖父を諭して何かの勝負をしているに違いないと思うと手も足もつけられなかった祖父の昔の生活が頭の中に浮かんできてぞっと身が震うほど情けなく思ったそうです。 せっかく謹んでいてくれたのにと思うと一体祖父を誘った相手はどこのドイツだろうとそっと足音を忍ばせて近づいてみたそうです見るとポカポカと日の当たっているわらずみの陰で祖父とその五つになる孫とが相対してうずくまっていたそうです 何をしているのかと思ってじっと見ていると祖父が積み重なっている藁の中から一本の藁を抜いたそうですすると孫が同じように一本の藁を抜き出したそうです二人はその長さを比べました祖父が抜いた方がちょっとばかり長かったそうです 今度もわしが勝ちじゃぞ。<laughs> と祖父は前よりも高々と笑ったそうです。それを見ていた母は祖父のッ楽のために受けたハッ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 ハのハッ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 とッハッハッ 祖父が最後の勝負事の相手をしていた孫が私であることは申すまでもありません 2> 第2話「将棋の死 車は御所の中を走っていたうららかな春の午後である淡く澄んだ空にもうすっかり緑色になった叡山が御所の屋根越しに伸びやかにそびえている春の日をいっぱいに浴びたクスや船団の大樹や 青く燃えいでた芝生が新鮮な感じを与えた車の上にいる彼の心持ちも超然としたこだわりのないものになってしまう三条の宿を出た彼は寺町を下って出町橋を出てその橋の東のたにある 徳春という理髪店を訪ねようと思っていた。その店の主人は彼の将棋の先生だった。京都に学生生活をしていた彼にとって、将棋は娯楽以上の何者かであった。彼はその頃、一人の友達も持っていなかった。 飲食の楽しみを欲しいままにしうるほどの金も持っていなかった。彼は身を噛み裂くような無量に苦しめられた。道端で会う犬にまでも話しかけたいような寂しさに襲われた。交際下手な彼には、ちょっと親しく口を聞く友達さえできなかった。 最初の一年は彼は毎晩のように白河の下宿を出て京極まで散歩に行ったどんな寒い晩でもそれを欠かさなかった底冷えの激しい冬の夜に街灯もなしに一里近くの道を歩くことは散歩でなく苦痛であったがそれでも下宿の部屋で 汚いランプの光の下で一人イライラして座っている寂しさよりは勝っていた彼のそうした寂しさと無量とを救ってくれた者は将棋であった将棋を指すことは彼にとっては新しい一つの生活であり彼が発見した一つの新しい世界だった 何の生き生きとした慰めもなかった彼の生活は将棋によってその日その日の生きがいを感じたその世の幾晩の将棋に勝ち越して濃々とした心持ちで帰るときは全てのイライラしさや寂しさを忘れることができた京都における彼の三年の孤独生活は 将棋によってわずかに救われていたと言ってもよかった。常春の主人は、自分自身将棋がかなり好きだったが、彼が相手もなくぼんやりしていると、よく仕事の合間を見ては、学生さん一つ行きましょうかと言って番に向かった。 小太りした大きい赤ら顔の男で、彼が少し考え込むと、それをじれったがるように駒でバンの腹をパチンと叩く癖があった。が親切に色々な指し手を教えてくれた。彼は最初この主人に、二枚を落とされても勝てなかったが、 一年半ばかりの間に、一枚でも勝ちが見えるようになった。将棋を教わる謝礼は、頭を買ってもらうことだった。余計な釣り銭をもらわないことだった。彼は将棋を教わるお礼心で、十分生えていない髭を剃ってもらったり、 十分生えていない紙を買ってもらったりした主人も彼のそうしたお礼を喜んで受けていると見え夏休みの始まる前などには「また9月においでやしたら紙を枯らしてもらわななりまへん」というようなことを言ったこなしの夫婦者であったが 二人とも親切だった。無論そこへ将棋を指しに来る常連はたくさんあった。その中でも彼とよく指したのは、岩藩という印刷所へ通っている若い男と、とめ藩という近所の精米書の車力とであった。岩という男は、彼とちょうど互角であったが、 床屋の主人は彼に対する悲劇から、彼の方を少し強いと言ってくれた。とめは彼より一枚だけ強かった。鋭い刺し方で、彼は幾番となく続けざまに破られることがあった。とめんはそんなとき、主人でもが顔を出すと、今学生班。 お腹の下げるほど負けていやはりますのや」といったような口の聞き方をした彼はこの男に惨敗した盤面を今でも目を閉じると一つ二つは思い出すことがある彼はこの男が一二度精米を乗せた車を引いてゆくところにあったことがある トメハンはそんな時、彼の方に顔を背けながら通り過ぎるのが常だった。彼はなんだかすまないような気がせずにはおられなかった。こうした連中に混じっている彼は、学生さんとして皆から尊敬された。おみくじの文句などを、 学生班に読んでもらおうたらええなど言って頼まれた。無論主人の配慮で、彼は他の人たちよりも数多く番に向かうことができた。皆も彼によく順番を譲ってくれた。京都における彼の学生生活は、金のないためや本当の友人のないために、 不愉快なことのみが多かった彼はその生活が不愉快であったため京都そのものに対してさえいい感じを持っていないただ毎晩のように将棋を指しに行ったこの床屋とその主人などだけが彼の頭にある懐かしみを持っている。 彼は学生生活を終わると同時に京都を去って以来、三四度も京都に来た。その度に、一度将棋の詩を訪ねようと思いながら、いろいろな都合で訪ねることができなかったのだ。車が出町橋に近くなった時、彼は手土産にするつもりの酒を買わねばならないと思った。 が酒屋の前に車を止めたとき、彼はふと考えた。あの主人は果たして丈夫でいるかしら。彼は二三年前に流行した悪性な官房のことを思い出した。あの太った心臓の弱そうな主人は、官房にでもかかったらひとたまりもないに違いない。 そんなことを考えながらも、白鶴の一生入りの瓶詰めを買った。鴨川の河原の小石は、春の日に白々と輝いている。出町橋は少しく短くなって、東岸のところが埋め立てられ、そこから下鴨の方へ振動ができている。 車は出待ち橋を渡りきったすぐそこのたもとに立派な理髪店があった常春がここへ移って改築したのではないかと思ったよく主人が「学生さんもうじき大きくしますぜ」と口癖のように言っておったのを思い出したがその店は 石屋理髪店と書いてあった。石屋というのはあの主人のせいではなかった。車が二三軒進むと、やっぱり元のところに昔ながらの小さい店があった。表がかりの緑色のペンキ塗りなど、少しも変わっていなかった。ただ入り口のドアだけが、 それでも新しく掛け替えられていった。とこはるという検討の字を見たとき、彼は言い知れぬ懐かしさを感じた。一升瓶を手にして車から降り、そして扉を開けた。見ると暗い店の中に客が一人いて、その客の顔を若い女が沿っていった。 お,はおりますか彼は上半身を中へ入れて聞いた「嫌はりません?」「じゃあおかみさんは」「おかみさんも嫌はりません?」若い女はこっちを向かないで答えた彼は軽い失望を感じずにはいられなかったいつごろ帰ってくるでしょう いつ頃だかかわりまへん一緒に泊まりがけでお参りに行かはったのやけに今日晩遅く帰って来やはりますやろそう言って若い女は初めて彼の顔を見た「まああなた木村藩やおまへんか?」と驚いていった。 彼はこの女がどうして彼の名を覚えているかが不思議だった。がすぐ、あの頃十二三の少女が時々主婦に叱られていたことを思い出した。その少女までが自分の名を覚えていてくれたかと思うと、彼はちょっと涙ぐましい心持ちになった。よく覚えていたね、僕の名を。 そう言いながら、彼は持ってきた一升瓶を、中へ入って香水などを置いてある棚の上へ置いた。そして自分の名刺を横へ置いた。親方が帰ったら、僕が訪ねてきたと言ってくれたまえ。二三日いるから、暇があったら来るかもしれないが、しかし多分来ないかもしれないから。 そう言って彼は外へ出て車に乗った。どこへ行っていいかちょっと方向に困った。彼は車の上で少し考えた末、下鴨へ行こうと思った。下鴨の境内は、京都の名所の中で彼の一番好きな場所だった。 主人夫婦に会えなかったことは残念であったけれども、その頃十二歳で会った少女までが自分の名を覚えていてくれたことは、彼にはたまらなく嬉しかった。あの様子では、主人もきっと彼のことを忘れないで、時々は話していてくれるのに違いないと思った。主人が帰ってきて、 彼の訪問を知っての喜び方も彼には想像がついた。そして酒好きの主人が彼が送った酒をどんなに楽しんで味わうかと考えていると彼は自分自身楽しくなって天地にみなぎっている春の心の中に溶け入っていくような心持ちがした。その彼の瞳に 灰色の若葉を通して、下鴨の八代の朱の玉書きや神殿が映り始めていった。